ちは。皆さん、こんにちは。おっと。すごいね。こんな時間にもかかわらず、見ていただいてるのはありがたいですね。皆さん、今日休み？仕事の合間？たまにこう、僕が配信すると、仕事しながら見てますっていう方が多いですけど、大丈夫ですか？お休み、あ、本当。いきなりすぎるんだよ。いや、ちょっといつもそのスタンス。楽しいレベルが。楽しいレベルがさ。今お店にいて音が出せない。あ、そう。もう少ししたらバイトか。あ、そうですか。まあね、休みの人も仕事の人もいろいろいると思うんですけども。僕はこれからモリアーティの稽古です。まあ、始まってまだ3日4日ぐらいしか経ってないですけど、とりあえずね、順調に進んでるって言ったら、まあ、順調です。まあ最近ほらコロナがまた増えてきてるじゃないですか。だからね、本当そこは僕たちも気をつけないといけないところではあるんですけど、じゃないとね、また自粛とか言って公演ができなくなる可能性もゼロじゃないと思うので、だからまあ各々がここに今見てくれてる皆さんは分かってるとは思うんですけど、各々がもう一回気をつけつつ、まあ、僕たちもね気をつけるんですけど、森ミューキャスト選考ありますか？今回どうなんだろうね。多分あるとは思うんですけど、まあ事態が事態ですからね、ちょっと分かんないな、まだ。あれ、コメントが あった。そうですね、モリアーティ今回風強い、最近風強いですね。でモリアーティのあのね、ほんと第2弾ということで今回続編でやらせてもらってますけど、はるかに難しいです。いろんなことで、芝居もそうですけど歌とか、まあ、そういうものが、まあ、前回より確実に難しいことを要求されてるんですけど、でこれはファンクラブの方でも書いたんですけどね、歌今回むずいなとか、芝居今回難しいなって思ってるうちはまだまだ成長できるなと思ってるんで、まあそこは僕にとってもみんなにとっても、まあ、キャスト全員にとってもすごくチャンスなんですけど、だから今それを紐解いて、キャストのみんなと西森さんたちと紐解いて、まあ今頑張って作り上げてる最中ですね。でね、今日はあ、全く当たらない。何が当たらない？そっか、いや、モリアーティが当てよう、当てに行こう。今念じましたから当たると思いますよ。全く当たらないって何かやってんの？それ、いや、多分一般販売じゃないですか。あ、やっぱりそうですね。なんか波岡さんとズームでタッチっていうやつをやった時にちらっとその話は聞いたんですけど、本当に倍率が多分 3,4 倍になってるみたいですね、今回。それ席がまずそもそも少ないっていうのがあるんでしょう。そうですね。だから残骸みたいな、今回やばいみたいですね。本当ね、こうなんかカッコつけた車に乗ってるやつに限ってマジで運転下手。言ってたでしょ、さっきからずっと。そうですね。本当イラッとするんだよ。今日もうちのマサンナが絶好調です。今日魂レベルが4だから俺。しょうがないですよ。そうね、席がね、やっぱ50% 減らされてるんで、まあ銀河劇場は多分800、900ぐらいですか。で、まあ500未満っていうことなんでしょうね。そうで、そのキャパに対してのいわゆる規模感じゃないから、まあ人気なアニメっていうか漫画の原作でもあるしね、出てる人たちも人気な人たち多いから、そういうことで多分倍率が高くなってると思うんですけど。ピアロック、マッサ、そうですよ。ピアロックです。これピアロック。伊沢くんにもらったんです、これ。ピアロックです。伊沢くんに。ちょっとなんかあれだな。白すぎんだ、これ。洋服が。これね、わかりますか？この WTF。これはね、What the fuck っていうことなんですけど、なんてこったとか、クソ、なんだこれみたいな感じの
意味合いなんですけどね。マジでみたいな。そう、そんな悪いことで言葉ではありませんよ。で今ちょっとまあお店できるけどちょっとね、そんなにちゃんと見せれないんだけど、後ろにね文字が書いてあります。赤い文字でそう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 、びしょ濡れだった時のやつです。びしょ濡れ、そう、僕がこの前すごい反応したけど、びしょ濡れって何、僕がこの前稽古大場に来てた時に、はい、風が強すぎて雨傘さしてても全然こう傘の役割果たさないで、もうびっちょびちょ濡れてた時があって、そういうびしょ濡れね。そう、そうで今日はそれの、まあ、出来上がったんでちょっと写真をパパッと撮ってもらって、まもなくこれが、販売できると思いますよ。販売するのこれ。これは販売しようと思ってます。へえ、おいでね、今回は長袖にしたんですよ。こういう風にロンティー、いいよロンティー、うん、目立ってしょうがない。そう、ロンティーにしました。最高よ。そうなんですよね。でちょっとオーバーサイズというか大きめで皆さんに着てほしいなっていうのがあって、まあ、今日撮ったのがこういう着方ができたらいいんじゃないかっていうのを、まあメンズの僕ではありますけど一応ね、下もこういう感じに合わせてみたいな感じで写真撮ってもらったので、女子に着せたのも撮る、撮りたいですね。白は染み付けるの怖くて着れない。いや、そんなね、ガンガン行こうよ、ほらガンガン、ガンガンこうやって、もうガンガンですよ、ガンガン。染み付けてもいいんですよ、なんてこったってなるから大丈夫です。全部ここにまとめてくれるんで。あれ黒もつくんでしょ。でも黒もつくります。ただ、僕のおすすめは白が可愛いなっていうのがね。伊沢君の重たい腰がようやく上がってようやくできましたね長かったっすね。苦節どれぐらいなんですか。大体これに関してでも言うと4ヶ月ぐらいじゃないですかそう、まだね、ちょっと黒はサンプルも出来上がってないんですけど、まあ黒もかっこいいと思いますよ。サンプル何に作るんだ。まあ、作るの、それは作るなら作った方がいいんじゃないの。わかんないですけど、どれも欲しいですね。おい、ただまあ、夏ですから、まあ、黒も可愛いけど、で逆に黒とかは秋とかになった時とか冬とか、まあ、インナーで着たりとかもしてもいいと思うし、まあ、夏はやっぱこう白の方がねやっぱいいと思いますよ。最高よ。伊沢くんは今日白いパンツに白い T シャツで、僕は蛍光イエローのパンツに白だから、もういい感じに目立ってしょうがないですよね。そうですね、目立ちたくないくても目立っちゃう、うん、嫌なんだけど。白黒揃えてこういうの。あ、本当ですか、すずめさん、ありがとう。そうなんですよ、オールホワイトコーデ最近僕ちょっとハマってて、昔さインスタの投稿に黒、僕が投稿で黒着てれば大体かっこよく見えるっていう風につぶやいたのを覚えてますか。その時の写真僕白なんですけどね。で黒ってもういっぱいいるじゃないですか、黒いコーデって。もう見渡せばほぼみんな黒コーデ多いんだけど、メンズとか特に。我々白っすね。そうで、最近ね白がちょっと僕の中で流行ってて、ズボンも白買ったしとか、そう、白コーデはやっぱね、白コーデは何ていうのかな、品がよく見えますよ。ダボっとしててもかっこいいし目立つ、あととにかく悪目立ちじゃなくて目を引く。え、なんかさっき伊沢君めっちゃかっこよかったよ、ハーパンの。はい、何このこのと思ったこのあ、
時計ね、そう時計は今日も白ですけど、まああの黒ってこうシルエットがシュッとこう見えるんですけど、で逆に白だと膨張して見えるんですけど、今僕が着てるのはあのどっちもすでにちょっとダボっとしてるので、そういう心配もいらないですね。伊沢君だけタバコ吸ってずるいな。あ、そうだ、シュファリの写真集でも白コーデありましたね。あれはまたちょっと白コーデって言っても、今日の今僕白の半ズボン着てるんですけど、ああいう感じとはまたちょっと違いますね。あれどっちかって言ったら、あの僕の中では韓流系。いや今回カリフォルニア系だったね。そう今回は カリフォルニア系。ついにヨーロッパからカリフォルニアな感じになっちゃったね、伊沢君ね。で写真見てもらったら絶対わかると思うんですけど、あ、京田さん今日さっき言いました、一緒に。雨はまだ降ってないですけど、多分カリフォルニア系ってなんだろうね。俺もそう思ったよ。でもね、あの言葉で説明するより写真見てもらった方が、あー分かるっていう風になると思います。袖もちょっとだけキュッとなってるのが、袖っていうのはこっちの T シャツですか。 T シャツリブ、そうですね、女の子が来たら萌え袖ってやつ。萌え袖、あのよくこういうやつね。萌え袖っていう、そう萌えっちゃうやつですね。あ、ありがとうございます、みごさん。なになに、え、ファンクラブ入ったっていうんでね。そう、ちなみにそれに紐付けて言うと、うん、紐付けて、なんかいろいろ、あのね、今回いろいろ紐付けて、今回ファンクラブで、売ろうと思ってるんですよ。販売サイトがまずファンクラブになりますだけ。あれ、え、一般もあります。ただファンクラブ会員の方はいくらか安くなったりとか、あとは今日撮った写真を、一緒に付属して、送ったりします。で、まあ、買ってくれた人たちの中で抽選なんですよ。これは抽選なんですけど、あ、写真と、安くなるっていうのは、皆さんファンクラブ会員なんですけど、もう一個あって特典が、それは抽選で僕が、もう着なくなった洋服を、着なくなった、まあ着なくなったっていうかあれだけど、持ってる洋服、私物をですね、抽選で何名かに、プレゼントします。それも一緒に。だから多分皆さん僕のインスタ、ツイッター、YouTube 等見てる方で、あん時着てたやつだっていうのが多分、抽選で当たると思います。昨日あん時の猪木の、懐かしいな、あん時の猪木、命日だった。え、そうなんですか。亡くなったんだ。マサさんなんて書いてたよ、ま、ファンクラブ何、マサさんファンクラブできますかって。そんなのないよ。そんなのあるわけないじゃん。何言ってるの。あ、なんてこったですね。初見。あ、どうも、今着てる、これはプレゼントど、今着てる What the fuck のプレゼントですかって。これはリチャさんすごいこと言ってくる、ね、これはプレゼント、サンプル、プレゼント、サンプルないか、初号機2号機みたいなもんですからね。あ、だって WTF だからね、うん、WTF だから、あの サービスとか WTF なんで。そうっすね、確かにマスさんおめめ、マスさん黒いんすよ今。今やばいよ、足とか本当に結構白くなった方っすよね。確かに、うん、めちゃめちゃ白くなった。一時は本当にやばかったっすね、うん、マジで。自粛してないだろお前っていう。自粛してたんだけど、ちょっとね、あの海洋調査に行ってて。日本の海がどうなってるのかな、海洋調査。そうなんです。だからファンクラブに、入られてる方は、まあ、安くなるっていうのと、まあ、今日撮った写真を、プレゼントっていうのと、抽選で僕がその持ってる私物 T シャツ何名かに当たるっていうのが今回の特典なのかな。それって決まったことを言っているのか、今思いっきり当てずっぽで言ってるのか、どっちなの。いや、決まったことです。いつ決まったの。そんな僕の中でも先ほど決めました。マジかよ。パトカーなんで見えたの。よく気づけたね。ショッカーでその日焼けなら、え、
初夏でその日焼けならこれから夏本番楽しみですねって。いや初夏は、初夏っていうか初夏前が一番ピークだったよね。確かに多分あのクラスで言うと対人クラスぐらいまで行ってたから本当ですよね。ベトナム級まで行かなくてよかったあの時マジで。僕も自粛中こう家のベランダで日光浴してましたけど、だから僕結構黒くなった方だと思うんですけどね、まあ、こう見るとまだちょっと白いかもしれないけど。そうマスクもお二人同じもの。そうですよ。これはあマスク、あれあれマスクはどうすんの。マスクもあの世の中のためにいろいろ試行錯誤して作ったんじゃない。そうなんです。マスクもですね、ひょっとしたら、ひょっとしたらで今これはつけてるのマスクさんと同じなんですけど、これシルクで作られてるマスクで。シルクで、シルクでであの皆さん多分シルク触ったことあると思うんですけど、シルクってあのこう伸縮性ってあんまないんですよ。ほぼないんですよ。でもこのマスクに関しては伸縮性があります。ジャージ素材だからね、うん、でなおかつこれももらって結構ずっとつけてるんですけど、ね何回も洗ってるんですけど、洗ったたんびに縮むのが本当にあんまりないです。あすごい。そう荻野面、荻野面の協力のもとね、いろいろ荻野面頑張ってくれてるよね。でね、さやくんのわがままを。で、あ、たっくん、ういたっくん遅れたって言いましたよ。遅えよ。でね、マスク、このシルクのマスクってじゃあ一体つけ心地どうなのかっていう風にね、シルクでマスクってあんまないと思うんで、つけ心地半端ないです。やべえ、道間違えた。どういうこと。まあ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 、ノリで行こう、ノリで。つけ心地半端ないです。まあ、よく息苦しくないよね、まあ、そう。よくちょっと前にすごいピッタって流行ったじゃないですか。あんなのも気にならないぐらいいいです。で、よくここずっと 2,3 ヶ月マスク生活続いてるから、じゃあマスクしててここの耳の裏がどうなるか、痛いのかとかあるじゃないですか。それもね、僕のあくまで一個人の意見ですけど、耳の裏の違和感全くありません。なんでシルクがいいの。なんでシルクがいいのかっていうと、言えんの。はい、マジシルクはまず保温性があって、僕ね、保温性ぶっちゃけ保湿性かマスクしててこの首とかちょっと荒れちゃったんですよ昔。動画がゆらゆらするって。まあね、ちょっとね運転中なんでね、すいません。そう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 、ごめんなさい、本当マジでごめんなさい。そう、保湿性あって普通のマスクとか僕つけてた時にやっぱりね蒸れてここの辺とか荒れちゃったりしてたんですけど、保湿性があるんでそういう蒸れのなんかこう肌が荒れるとかっていう心配性は全くないですね。まあ、シルク自体がタンパク質だからね。はい、でシルクって抗菌作用があるらしくて、で例えば今僕つけてるのってこう分かりますかね、中に1枚布かぶせれるようにここ開いてるんですよ、こうやって。でここにまあガーゼだったりまあなんか挟めるんですけど、だからもうトリプルブロックしてくれてます今。それがまためちゃめちゃいいですね。で抗菌作用あるらしいんで、まあ、付着したものの、まあ、殺菌効果があるということで言っても普通のマスクよりはるかにいいです。で、まあ、シルクなんで、まあ、値段ちょっとまだ全然決めてないんですけど、まあ、ある程度普通のマスクよりは値が張るとは思うんですけど、シルクのパンティーより安いよ絶対。全然安いと思います。まあそのつけ心地だったり、まあ効果だったり、あとは何回洗っても使える。そうですね、確かに揺れるな、しょうがない、ごめんなさい。俺が悪いんじゃん、道が悪いんだ。そうですね。そう、は？ U ターン？指示通りに行ったのに。そういうのでも全然元取れるぐらいの値段になると思うんで、何回でも使えるしいいかなっていうので。で今ねこれ真っ黒、何のプリントもしてない真っ黒なんですけど、今考えてるのはちょっとこの辺にね1個文字入れようかなと思って。
普通のマスク洗濯機で洗え、そうね。保冷剤入れたら涼しくなるね。間違いない。でも保冷剤入れて何分かしたらピッチョピチョになるけどね。ああ、たっくん、そうね、タッチありがとうございました。タッチ、はい、波岡さんの、波さんのやつです。あ、たっくん何かやったの？一回参加してくれて。あ、そう。バイトで使える白、白ね、やっぱ汚れが目立つからね、どうなんだろうとか思ってるんだけど、白じゃあちなみにさ、今ちなみに今僕は黒オンリーしか考えてなかったんだけど、白あったら嬉しいよっていう人どれぐらいいます？もちろん白も同じ素材シルクを使おうと思ってるんですけど、ちょっとそれき、あ、白欲しい。白でも汚れるよ。そう、あのね、分かりやすく言うと黄ばんでくるんですよ。例えば皆さんお化粧とかするじゃないですか。ついちゃうよ。そう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 。でもね、本当に多いね、白欲しいっていう人が。あ、そう、黒はちょっと生きて見えんのかな。か、多分そう、仕事で使いたいから白。白と黒あったら黒買うかな。まあでも白欲しいっていう人圧倒的ですね。圧倒的だわ。でーでーん、伊沢、いや、アウト。ライトグレー、あー、そういう選択肢もね。そこはちょっと参考に考えとくよ。そうですね、まあでも白が欲しいっていう人がたくさんいるっていうのは分かりました。ちょっと考慮しておきます。前向きに。ナビがぶっ壊れてるぞ。おや、あと早くコンビニに行って僕はタバコを買いたい。あとなんか激ゴミですね、ここ。本当ですね。マスク販売するんですか。まあちょっとその方向性でまあ考えてはいますけど、またコロナとかもいろんな他のあのインフルエンザ、豚インフルエンザとか、あともう一個やばいやつとかもあるんで、まあそういうののために多分マスクはもう本当普段から着用をつけないとっていうこともあるんで、まあそれはちょっと前向きに考えておきます。最近だからそういうものづくりにハマってんでしょ、伊沢さん。そうですね。よかったね、生きがいが見つかって一個。いや本当です。危ないな。花粉症ね、でもあれじゃないですか、今年とかやっぱそのコロナウイルス相まって花粉症 シーズンとかずっとマスクつけてたから花粉症の人減ったんじゃないですか。どう？あー、最初は黒でそこから色展開していってほしいね。カラバリね。うん、いいんじゃない、カラバリ考えようよ。そうですね、うん、遅れてしまった。おお、はよう。魂レベル4だからそれぐらい考えないとね。あ、そっか、 F の円盤松以外楽しみなことがないです。そっか、10日に販売だから、今日が何日だっけ、今日が4日だ、4日だからあと、まあ、1週間ぐらいですかね。ちなみに僕たちもまだね、あの F6 のその DVD はまだカンパケもらってないんで見れてないんですけど、あ、4日、あ、4日だよね。そうですね、僕もちょっと楽しみにしてます、そこは。タバコね、タバコね、発作がどこここいつになったらコンビニあるの。あそこにあるな。あ、自分でデザインしピアス来月販売することになりました、キコちゃん。ああ、本当、どんなやつなんだろう、ちょっと見てみたいですね。130ロゴって何？多分ここに伊沢っていうやつ。へぇ、やばい、発作が出てちゃった。 D
DVD の発売日にお休み取りました。あ、見るためですか。すごいね、本当ありがとう、嬉しいよ。じゃあちょっと F6 のその DVD 届いたら僕にも届くと思うんで、ちょっと鑑賞会でもしようか、みんなでオンラインで。だからインスタライブでも YouTube ライブでも家でやって、で僕そのタイミングでちょっとライブ DVD 見るから、ちょっとみんなも、じゃあ例えば10時から始めるってさ、10時にみんな見始めてさ、今こうなってるとかさ、やってみようよ。どうやってんの？あのもうライブ配信で。うん、どっち見ればいいの、その場合。もう僕の声は別にもう BGM みたいな感じですよ。そうですね、前にモリミューでやってましたね。あ、そうなんだ。そう、だからまあその時にさ、僕のファンの子じゃなくてもさ、他の5人のファンの子でもいいんだけど、まあ、みんなで楽しんでもらえたらいいじゃん。でその時にさ、インスタとか、まあ、YouTube とかやってる人とかは、あ、だからインスタだったらケンティとかワゴリンとかユウキくんがやってるから、一緒にこう、まあ、一緒に見てるっていう絵は見れないけど、参加してる感じにはできる。なんかこうコロナがまた最近増えてきたから、ちょっと気をつけないとっていう感じには見えないな。やべ、道間違えた。またそこ曲がったら確かコンビニありましたよ。マジで？確かあったと思います。すぐそこだった気がするけど、ほら止めれるかどうか。止めれないじゃん。そうなんですよ、ちょっと禁断症状がね。いや、どちらかというとあのね、そっちよりもね、トイレ行きたいんだよな、俺ね。コーヒー飲んじゃってさ。ああ、さっきね。そう、ちょっとどちらかというと、どちらかというとね、これ左行けんの？知らんけど、行こう。コンビニない、コンビニないない、ないっすね。やばい、道間違えた。迷路。300メートル先、新京橋汚染島に200メートル渋滞しています。塾終わったらアーカイブ、あ、見てよ見てよ。頑張ってよ塾。アーカイブ残しますよ。大丈夫ですか、伊沢くんですか。伊沢くん大丈夫な。何が？知らん。大丈夫ですか。多分道じゃないですか。道？うん。まあナビの言うこと聞いてりゃなんとか。からの？まっすぐ。都内でそんなにコンビニ見当たらない。そうね、この辺だ。銀座周りはね、ちょっとね、めんどくさいんですよ。めっちゃ混んでるしね。すごく、この人ちょっと前に行けば僕進めるんだけどね。確かに東京ってなんだろうね、やっぱ運転下手な人多いよね。親切心とかもね。みんな体調大丈夫ですか、ここ来てくれてる今127人の子たちは。っていうかさ、コロナかかった人いる？うん、ちょっと聞いてみましょうか。周りで一人もいないんだけど。あ、コンビニ止めれないんだよな。でもしくじったな。元気？あ、ほんと。元気でいることがまあ何よりだよね。どの職業も体が資本ですから。
感染者いない。ああ、よかったね、それは。自分含め。あ、私の友達がなっちゃった。おお。そっか、その友達と、そのなっちゃった子たちことさ、なっちゃった子たちは、なっちゃった子は大丈夫なの？ちゃんと第2波、第2波基礎っていうかもう来てますね。周りが微妙。あ、うちの地区かなり多い。どこの、どこなんですか？差し支えなければ。あ、治療中ですっていう子が。お、マジで？レナちゃんが治療中、頑張ってね。頑張ってねっていうか、要はただの風邪っぽかったのがどうだったんだろうね、厳しかったのが。あ、そのさっき差し支えなければ教えてくれるって品川区なんだ。なるほど、やっぱ多いんだ品川とか。うん、埼玉方面が多いかなと思ったけど。ご友人の方も大事に。そうだね、本当に早く終わらせよう、もう、本当にコロナ。伊沢くんの運転しかできないんだけど。医療関係で実習が多いね。浅熊さんがね、医療関係者なのか。お疲れ様です。やべ、また道間違えた。もう集中力ないかもしんない俺、トイレ行きたくて。どっかもう止めていきましょうか、コンビニ。だコンビニを見つけらんないんだよ私。ここはコンビニ発見。タバコも売ってるから。いやでも反対車線っす。くそー、ついてない。到着時刻がどんどん遅くなったんだけど、ちょうどよかった。ついに来たよ、俺の事例が。コンビニ今ありましたよ、ついに。あ、見て、あ、トイレマークじゃないんだあれ。ついに僕の事例が来ました。勝った。最終的にはね、勝つようになってるんですよね。みんな暴行心配してくれてますよ。やばいっす、マジで。本当ここにすかさず僕は止めます。ちょい、おめでとうございます。勝ちました。あとね、あとローソンはトイレを貸さない率が高いんですよ最近。あ、マジですか。コロナで。ああ、だからまだね、あの気を緩めて。マサンヌ行きました。マサンヌ行きました。いやこの後稽古か。今日はね、ちょっと僕がちょっと集中的にお話しするシーンなので頑張んないとね。まあセリフはもう全部入れてますけど、この前ね、本当にね、ちょっと良太郎のこと褒めていいですか。あの子はね、本当に素晴らしい子だと思います。良太郎は、僕は何ていうのかな、まあこの年齢になってきて後輩というものが増えてきているんですけど、やっぱりね、いろんな子見てきましたけど、良太郎はちょっとね、別格かもしんない。群を抜けて素晴らしいと思える子ですね。なぜかというと、まず人にちゃんと聞いてくるんですよ、先輩に。ここどうしたらいいですかね、伊沢くん教えてくださいとか。で、そういう、まあ、なんていうのかな、別に聞かなくてもいいんだよ、聞かなくてもいいんだけど、その分からないこととか悩んでることに対して自分が聞こうって思えることってすごく僕は大事だと思うんですよ。役者の、役者じゃなくてもそうだと思う、全職業大事だと思うんですよね。でね、やっぱり後輩の子でも聞かないでやっぱ自分のやりたいことをやることかっているので、それはそれで僕は別に一個いいことではあるんだけど、
自分だけの、まあ、いわゆる引き出しなのか、その子が、この人に聞いてみたいって思って聞く人たちの引き出しが増えていくのかの違いだと思うの でそれは別に今使わなくても、そのなんかどっかの、あの時伊沢くんから、りょうくんから、しょうごくんから聞いたこの話、ここで使えるなって、その引き出しにも使えると思うので、やっぱりね、どの職業においてもその使える引き出しは、まあ、持っといた方が得ですよね。で、あとね、やっぱね、この前、ね、太郎がそういう風にね、僕がなんですごいねって太郎って言ったきっかけがあって、それは何かっていうと、僕が普通に台本読んでたんですよ。そしたら太郎が後ろから、伊沢くんってどうやってセリフ台本読んでるんですかって聞いてきたんですよ。で、僕がこう答えました。一番最初僕台本読むときは、全員のセリフを自分流に感情を込めて読む。だから僕はモリアーティで言うとモランなんだけど、帰ってきたマサンヌが。あれ、勝った、勝ちました。当たり前じゃん。あ、よかったっす。やっぱね、こう溜まったものを出すというのはね、すごく大事だね。すごく最高の気分。こんにちは。溜まっててよかった。僕はモリアーティで言ったらモランなんだけど、僕はその一番最初台本渡された時にモラン以外のウィリアムだったりシャーロックだったりっていうのを自分流で全部1から10まで全部読むんですね。そうすると何が起きるかっていうと、作品のストーリーの流れっていうのがなんとなくつかめるんですよ。なんとなく。で、そのなんとなくつかんだ状態で、今度は自分が出るシーン、もしくは自分が出るシーンの前からもうね、棒読みで全部読みます。感情一切出ない。こうやって言ったらうまく言えるかなとか、そういうの一切入れないで、もう普通にあゆえをかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのみたいな感じで棒読みで読むんですよ。へえ。でね、これはよくいろいろなところで言ってるんだけど、大事なのは自分のセリフじゃなくて自分のセリフの一個前です。自分のセリフがあるっていうことは、一個前もしくは二つ前ぐらいのセリフに何かが引っかかったからその人が話そうって思ってるっていうことなので、そのきっかけをまずその前のセリフのところからめちゃめちゃ探します。あ、この人多分ここでこういう風に思ったからこうやって言ったんだろうなとか。そう、ほんで僕はね、読み合わせの時とか、まあね、初日顔合わせっていうのがあって、今回なかったんだけど、読み合わせっていうのがあるんですよ。読み合わせ、それはまあみんなが台本を読んで合わせる。これちなみに豆知識ですけど、本読みと読み合わせっていうのがあって、本読みっていうのは、まあ作家さんとか演出家がこういう感じで読むっていうのを、全部の役を1から10までやることを本読みと言います。読み合わせは全キャストが台本を読み合わせるっていうことです。だからね、ここのね、間違い結構多いんですよ。いろんなところで本読みっていうところ、本読みって表記されてるんだけど、みんなが読み合わせするっていうのがあるんだけど、これはね、こういう差があるんですよね。本読みと読み合わせは、読み合わせの時は僕は全部感情入れないでつらつら喋るだけです。立ち稽古になったら、まあ、なんていうんですかね、ちょっとこう芝居をするっていうか、まあモランっぽく読んだりするっていうのはあるんですけど。何この強風、やばいですね、風が。そう、本読みと読み合わせっていうのは本来そういう、違いがあります。多分ね、これ分かんない人多いと思います。これは僕は昔杉良太郎さんに教えてもらったんですけど、先生が、僕が22とか21ぐらいの時にそのことを言ってくださって、で今でもそれをこう覚えてますね。そうなんですよ。風が強いね。そうだよね、全くそうだよね。普段そういう役者じゃない限り、読み合わせなのか本読みなのかとかね、そもそも台本を読むっていうこともないと思うから、
まあ、分かんないと思うけど、まあでもそういうことがあります。まあ、最近風強いけど、まあでもなんかじとっとしてるから、まあ無風よりね、いいとは思うんですけど。杉さんと何でご一緒だったのか、厳密に言うとね、何かの作品に出させていただいたっていうことではないんですよね。本当に時代劇という一個ジャンルを僕たち若手の俳優が学ぶっていうお稽古場だって。そうお稽古場です。だから別に何て言うのかな、お稽古をして何かの作品に出るための稽古ではなくて、本当にそうね、そうだから時代劇の所作とかそういうものを馴染みないじゃないですか、今の若い子たちって。僕も含めて、その時21とかだったけど、今ある例えば時代劇とかって、まあじゃあ 2.5 次元とかで刀をこうさーってこう振ったりとかっていうことが、まあいわゆる今の時代劇じゃないですか。じゃなくて、その先生たちが当時やられてた、まあガチのって言ってたらあれだけど、まあ、ガチのその時代劇っていうのはこういうものだよっていうのを一から教えてもらうっていう稽古場です。だから僕はその刀、本当にこう本当の刀ですよ、本当の刀振ったこともあるんですけど、めちゃくちゃ怖いですからね。本当にこういうことできないですよ。やばいな、刀持ってこういうことできないぐらい怖い。でももう、まあ、それは作品のテイストによって刀を思いっきり振ったりとかっていうのは全然こう片手で振ったりっていうのは作品のテイストによって違うから、それはそれで一個ジャンルだけど、その刀の重さとか刀の危なさとか、もしくはその刀の切、あれ刀ってね、あの人一回切ったらもう切れないんですって、血の油で。もう叩き切る、こう切るじゃなくて叩く、バン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 骨割って叩くみたいな戦い方らしいんですけど、まあ、そういうことをね、知ってる知らないでも本当に全然そういうジャンルの稽古に立った時とか本作品に立った時に重みが出ると思うので、そう。でも刀に関しては僕は本当に自負してますから、アクションに関しては他の役者より多分自信はあると思います、そういう意味で言うとね。だからね、刀振りたいよね、本当に。そういう時代劇やりたいですよ、本当のカツラつけて。買えば高いんですよ、ね、刀30万ぐらいで買えるよ。え、マジですか、うん、僕ね、一回見に行ったことあって、刀本当に欲しくて。横浜に、横浜どこだったっけ、なんかパスポートの更新とかするところに、はい、刀専門の骨董屋が入ってんの、はい、めちゃめちゃ雑に取り扱ってってすっごい置いてあるから。へ、横浜、すっごい置いてある。パスポートの更新所の近くですか。そう、ちょっと行ってみたいな、それなんか港の近く、超行ってみたい。いや、ほんと雑にいっぱいあるよ、いろんな。へぇー、うん、こんな雑に取り扱ってんだっていうぐらい。そんな、あ、なんですか、伊沢さん宛にファンの方がお手紙をプレゼント買ったりすると思うんですが、デザインしたピアスをお送りしても差し支え。あ、いや、全然ありがとうございます。それはいいデザイン。あ、さっきの話、そう、月子ちゃんが、あ、この前、その前、そこの前通ったかもしれないです、行った方がいいですね。で、そこにレストランもあって、そこのクリームソーダ美味しかったよご飯じゃないんだ、それクリームソーダいや、ちょっと行ってみたいな、俺。それ行く？え、めっちゃ行きたいっす。え、いつ行こうかな。いつか決めないと。いや、もう今決めましょう。いつ、何時までやってんだろう。伊沢次第だよ、何時までやってんだろう。でも結構、まあ、夕方とかやってんじゃない。大体ね、稽古が終わるの遅いから、昼、まあ午前帯かな。ちょっと明日までのスケジュールしか出てないんで。伊沢くん、メッシュ入れてんの。そう、メッシュ入れてんですよ。でもね、ちょっともう黒くします。そう、昨日ね、僕ね、クリームソーダの、クリームソーダ職人のクリームソーダ T シャツを買ったんですよ。あ、さっき言ってたやつか。はい、クリームソーダ職人、うん、知らない。
クリームソーダ職人ってなんだ。でももう、あの、買ってみ、自分で見る間もなく開けちゃったからね。言ってましたね。写真だけもらったよ。可愛いんですか？可愛かった。最近はもうこうやって iPad でこう台本を見てます、僕は。クリームソーダ職人。知らないの？マジで。いいですよねって。可愛いんですよマジで。40オーバーの俺でも着れるなと思って。この先走行する車線にご注意ください。こういう、あ、絶対飛んじゃった。クリームソーダ職人がさ、はい、なんだっけ、なんだっけ、恋する喫茶じゃなくて旅する喫茶、はい、なんだっけな、これですか。そう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 、点々となんかいろんなところで、喫茶店をたまに開催するんだけど、ね、はい、こういう感じですね。それ行きたいんだよね。画像を見て酔ったりしないですか？運転がうまいから大丈夫だと思う。マスターのね、運転で酔ったことないな。たまにタクシーとか乗ってるとすっごい酔うけど、携帯とか見てなくても酔うときある。そうでしょ。ありますあります。匂いで酔ってんじゃないの？あ、それもあると思いますね。でも何？アクセルこう踏んだりブレーキ踏んだりするのが多い人とか。うわあ、何あれ、美味しそう。餃子定食とか食べたいわ。音消えた？俺の車タバコの匂いがすると思う。まあそう。臭い方だと思う、どちらかって。タバコの匂いはそうですね。結構気をつけてるけど、やっぱする？するよ、あのね。どうだろう。僕がタバコをそもそも吸うからそんなに気にならなくなったけど、喫煙しない人は気になるかもしれない。もうイソップのあれ常にここにこうやってありますからね。ちょっと振って。気になってきた。後ろポンプ先にシャッて。そういえばあれで、この前イソップで新しい香水の匂い嗅ぎました。どうだった？あのね、君は好きじゃないの？いや、僕好きです。ただね、女の子がもしかしたら一番好きな匂いかもしれない。イソップの京都グラムが絶賛してたよ、香水の中では。うわ、きつい。これタシとじゃないんじゃない？車内で拭くよ、車内で。車内のボディに拭いちゃうから。これはもうね、もう本当にイソップでも超ド定番よ。多分ハンドソープがすごくイソップ人気なんだけど、とってもいい匂いでね。それと多分肩並べるぐらい人気なんじゃないかな、このボディスプレーは。そう、ローズかな、ローズ。あれローズだっけ、匂い。なんかちょっと京太くんがすげえ自慢してきたけど。あ、持ってるんですか、京太さん。なんかサンプル、まあ試供品っていうのも、はい、それもらってんだけど、その量が結構試供品レベルじゃなくて、はい、商品レベルでいいんじゃねえかぐらい入ってるね。だから皆さんね、イソップ行ってもらった方がいいと思う。こんぐらいのやつかな、小瓶。うん、あ、じゃあ多分俺ももらったやつか。昔はなんかシートだったのに。そうですね、うん。でも実際商品はなんか高いらしいよね。高いと思います。だけどだからその小瓶もらうの結構いいんじゃない。あれ、何、あ、もう着くな。そう、早かったね。早かったですね。
まで行ったら左曲がってもらっていいですか。コンビニ行きたくて。何コンビニ。なんで。いや、ご飯買いたいですよ、ご飯。あ、いやいや、なんか聞いてくださいよ。嘘でしょ。いや、ほんとほんと、コンビニさっき行ったじゃん。すもう用ないよ。いや、じゃあ僕があるんですよ。あ、そう、もう用ないんだけど。右ってナビが言ってる。そう、もうすぐそこなんですけど。じゃあナビ切ろうかな。知ってんでしょ。知ってます。今さら君に会ってさ、何を言ったら。どこにあんの。ね、もうちょっとまっすぐ行って、で途中で左に曲がるところがあって、そこローソンあるんですけど。え、ここかな。どここもなんない。はい。ないじゃん。あ、多分ね、奥にあります。モスさん一人でライブとかしないんですかって。ライブ、うん、何のライブ。 YouTube、 歌 YouTube やんないでしょ。でも一回マサさんのアカウントで、あのインスタ、どこコンビニだから。 あそこだ、そこの。え、そこです。ほら、ローソン。ああ、じゃあここで、はい、ここで待ってる。はい、一回ね、マサさんのね、誕生日の時にね、社内でマサさんのアカウントでライブ配信したことがあるんですよね。伝説の。伝説でもなんなんだし。だってあれが初めてで、最初で最後だったじゃないですか。こんばんは。じゃあここからマサさんのタイムですね。そう、またローソン。よいしょ。またローソンだよ。さっき言っときゃよかったのに。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。これどうやって変えんの画面。あれ、これどうやって変えんの。え、こういうこと。これ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 、伊沢くん。タバコはね、あのラッキーストライク。そうそう、最近ね、あの DM 来ると、速攻でね、あの電話することにしてるんですよ。場所バレ。ここはね、なんだろう、なんか住宅街ですよ。あれビビる、あれビビるでしょ。電話しちゃうんで、マジで。結構タックンと仲出ましたよね。電話電話。そう、打つよりね、話す方が早いんですよ。なんかたっくんはすごくぶっきらぼうだったよね。いや、電話っていうか DM 来たら大体電話するよ、マジで。いきなり。電話、DM 来たら電話しちゃうから。怖かったかな、たっくん。どうなの、怖かったのかな。どうなんですか、たっくん。たっくん、たっくん、たっくんくん。あのね、電話代っていうか、あのインスタグラムの DM って電話 できて、なんかね、それ知ってからちょっと味しめちゃいました。もうそっちの方が早いっていう。そう、インスタって電話できるんですよ。だから何 LINE とかで友達とかじゃなくてもできちゃうわけですよ。ビデオチャットってやつですね。そうですね、ビデオじゃなくてもできるみたいだけど。
使ってみたいでしょう。ね、たっくん全然楽しくなさそうだったけど、たっくん。たっくん全然楽しそうじゃなかったけど。今さら何の話ですか。テレビ電話。いきなり電いきなりテレビ電話。びっくりするよね。多分。だからマーサーさんからかかってきました。これ分かる？ここに書いてちっちゃく書いてあるけど、ちっちゃなサプライズですよ。ただいまです。ちっちゃなサプライズ。マサさんってなんて書いてあった？スルッと相手の懐に飛び、あーもうスルッと入っていくから俺ピピュッてスッて。確かにそれたけてますね、マサさんはね。たけてるっていうかさ、なんかわかんない、お悩み相談みたいなの多いわけ。あーたら文字で打つよりさ、まあ確かに、ね、もう早い早いよ。そうですね、うん、文字だとほら誤解も招くじゃん、あれがないから、うん、文字に起伏が、起伏がね、うん。水さん何買ったんですか。僕タバコと唐揚げくんとおにぎりと。食わないの。あの稽古場ついたらで大丈夫です。はい。電話したいですって。電話したい。でもあれだよ、伊沢くんとかにはできないんだよ。なんかね、オフィシャルマークついてる人には電話できないから。うん。多分ね、僕に相談して叱られた人いないと思うよ。電話したいですってね。電話したい。なんか今普通に思うと面白いな。優しい相談室かどうかわかんないけど、たっくんは怖かったって。どうなんだろうね。なんか、うん、多分マサさんはまあどの相談もそうだと思うんだけど、結構スパッてこう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 っていう風に言ってくれるから、人によってはなんていうのかな、怖かった、うん、怖いって言う人ももしかしたらいると思う。びっくり。そん時はごめんね、マジで悪気はない悪気はないよ。何あ、優しい厳しさ。そうだね、厳しくもないよ。いや多分自分に対しても人に対しても優しい厳しさがあるんですよ多分。ああそう。お悩みできたらマッサに相談しよう。まあ速攻解決すると思うよ。怖かった。ちょっと待って、怖かった怖かった。ちょっと名前変えてる鏡さんって。え、怖かったって何、話したってことだよね。怖かった。やっぱ怖いのかな、どうなんでしょうねお時間はだいぶ前に着いちゃったもんね。そうですね、うん、聞いて何、聞いて何、なんて書いてありました。字読むの遅いな俺。ん、私は皆さんがまさに電話で相談してるのを横で聞いてたい。聞いてたいむずいんだよそれはな、相談の。でもね、インスタグラム、その電話8人まで同時接続できるの。ああ言ってましたね、うん、グループ通話。そうあれはね4人まではやってみたよ。4人まではやったね。内容いけなかってきた中身がなでも構えちゃうかも。まあね、いきなりだって JP ハンターでしょ。いきなりっす。あの黒マスクのアイコン表示されてえってなるよね。いやそれがさ面白いんじゃないの。まあそれが面白いと思うけど、だって DM 来てさ、あもうオンラインで繋がってるわけじゃん、うん、でここですかさず電話して出なかったら出ないはずないじゃんって思うわけ、うん、でもそこの壁を乗り越えてくんのか来ないのかっていうだけの差だと思うよ。出ないら出ないでさ、ああそうかって。お、電話苦手。そういう人もいるよね、当然ね、うん、8人で電話、だからズーム飲みみたいなノリじゃないの。そうですね、8人ぐらいまでならいける。どんな画面だっけな、あの2分割、だから2人だったら2分割になるよ。インスタコラボみたいなことか、うん、それがこう8等分になっていくってこと。
なるほどなるほど。え、文字の方がうまく伝えられるの？え、そういうこと？今の。うお、マジすげえな、ま。考えながら文字だとね、打てるからね。最近ね、俺ほんと電話が長電話なの。伊沢くんも分かってると思うけど。いやでも最近じゃないですよ、マスさん。あ、そう？うん。だって2年前とか俺ら3時間ぐらい電話しましたよ。最近海外の人とかさ、すごい長いもん。ビビるぐらい。エフェクトね。エフェクト欲しかったら電話するしかないよ。これだよっつって。電話緊張する。それ知らない人と話すからでしょ多分、うん、でもさ、コラボしましょうみたいな、よく申請くんじゃん、はいはい、そういう人たちは電話は苦手ではないよね、そもそも。そうですね。でも比較的多分うちの子たちはそのコラボっていうか対面するのある程度もう免疫ついてるでしょうね。3時間女子並み、女子並みっすね。下手したら女子より多いんじゃないですか。伊沢くん相当疲れると思うよあれ。3時間、刻々と、なんかこう理路整然と、ああじゃねえこうじゃねえって言われてね、はい、大変だと思う。でもその メンタルの免疫はもうついたけど、6時間さすがにないな。6時間、すげえな。6時間って1日の4分の1じゃん。6時間、すごくない？ちょっと待って、上には上がいる。ちょっと待って、一晩電話できる相手がいるのかな。俺いないな。一晩でしょ。なになに。ああそうだね、たまにはね、あの人と話した方がいい。俺もそう思ってるから。うちの妹10時間ぐらいつなげっぱ。つなげっぱ。だからもうまあほどほどになれ。そうだね。まあ電話じゃなくて6時間っていう、会って6時間とかは全然僕もあるけど、声低いのね。あ、そういう悩みはね、あれだよ、それが好きっていう人もいるからね。うん、電話する友達切実だな。全然いるじゃん、もう今ここにいる。目の前にいるじゃないですか。ちょっと待って、24時間ちょっと無理だと思う。あんま無理って言わないけど、多分それは無理。それは無理。そうですね、あんまマサさんが無理っていうのは。ゲームしながら通話してたら、あ、まあそれはね、だってゲームっていうのがまず時間を忘れられるやつとかさ、そのゲーム内での会話とかってまたちょっと別じゃない。あ、長電話するならそりゃそうだよね。俺もそういうタイプだった。つなぎっぱなしで放置するときある。それ寝落ちしてるってこと？もうそうだし、うん、寝落ちじゃなくてもちょっと今から支度してくるからちょっと待っててみたいな感じでとかじゃないのかな。電話だと表情わからないから会話続かない。まあでもそれで言うとメールもね、同じになっちゃうよね。相手がリードしてくれるから、そういうもんでしょ。だって一回電話した人とかさ、結構向こうからすごい喋ってきてたよ。リードされちゃったって感じ。誰ですか、ファンの子？うん、だと思う。うん、まあでもマスさんから突然電話かかってきたらびっくりはするよね。まあ所詮ただのおっさんだからね、その辺の。それ怖いよね、いきなりかかってきたら。多分いきなりじゃないんだよ、だから DM が来たから、うん、来るから、あ、じゃあちょっとね、この流れで、うん、兄となら 2,3 時間電話したことある。まあまあまあそういうのはあるよね。でも僕はね、妹と逆にないな。逆になんか家族とか、まあ兄弟で話すときはもうささっと要件済まして終わっちゃうかもしれない。うちの母親がそういうタイプだからね。まあ電話だとそうかもね、あんま話10分以上っていうのはないかも。逆にだから僕はなんていうのかな、会った時にすごい話すけど、あのね、僕お父さんとお母さんと朝まで話したことが結構ありますよ、何回か。まあそれはなんていうのかな、
将来のこととか仕事のこととか、まあ、そういうことを話していったりとか、あとは逆にそのうちのお店が自営業でお好み焼きをやってるんですけど、それでこういうメニュー作ろうと思ってるんだけど雪どう思うとか、ここに構えようと思ってるんだけどどう思うとかで、まあ、ちょっとこう話したりとかはありますけどね。何、蜂の巣食べに行きたいって。蜂の巣って焼肉じゃないの？いや、あれ蜂の巣はあるの分かるんですけど、うん、そんな流れあったっけって今分かんない。ホルモンですよね。タバコ吸う人、タバコ吸ってあげな。ちょっとね、ああ今からあれだから吸わないの。あ、これマスさんが答えられるジャンルってどっからどこまでなんですかって。どういうこと？相談に乗って答えれる。ああ、何でもいけるよ。レベル4だから。レベル4なんで、大体のことはいけますよ。自分のことはほら、よくわかんないけど、うん、人のことはよくわかるから、うん。そういうもんじゃん。大体いけると思う。ガチ重いことでも、いや全然いけるよ。多分むしろガチで重い方が結構得意なんじゃないかな、マスさん。不得意なジャンル？あ、なんか勉強教えてとか無理よ。あ、うん、勉強教えてとか無理だ。どんな生き方したらそんな渋いよ。魂レベルは4ですね。4でしょ。4、うん。そう、道知ってんでしょ。道知ってます。さあ、僕はここから稽古ですよ。マックスは4。違いますよ。え、でも確かにマックスっていくつなんだろうな。マックス4だよ。4。伊沢くんはなんか7だったらしいんですけど。なんないよ、4の俺が言うから間違いない。いやいやいや、どっちかというと数字僕の方が上ですから。4が精一杯だから。7はバグです、バグ。いやでもね、そのまあ分かんないけどね、その魂レベル。本当に僕その専門あれじゃないから。伊沢さん結構行ったら僕帰りますよ。青だ。別に君を求めてないけど横にいられると。どっち？まっすぐです。モーラン大佐、今日はモーラン大佐してきます。クッつってタバコ吸いながら。限界、まあ4以上バグですね。バグです、バグ。まあ、スーパーサイヤ人も4までしかないですからね、はい、バグです。歌ってってバグ。夜中にツツいきなりさツ、いつ空いてるのってライン。君とはつつもう3年くらい会ってないのにどうしたの。あの頃つつ僕たちはさ何でもできる気がしてた。左、もちろんまっすぐで左の車線行っててください。何だっけ。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を。どっち？ここ、まあ、これ左です。え、カーブです。左。これ、はい。で、もうそこです。ここです。ちょっと先でいい？いいですよ。ちょっと止まっちゃいけないようにしてるじゃないですか。ひどいですね。ぐるっとします。いや、ここで
じゃあすいません、伊沢ちょっと。やだ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 。いやいや、やだやだやだ。もう、やだ入らないと。やだやだ。もう入らないと。やだやだやだ。伊沢入らないと。やだやだ。やばい、これ、魂レベル4じゃねえ、これ。今2に下げた。今2に下げました。2のレベルの世界に下げたらこうなっちゃった。やだ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 。やだ。やだ。嫌です。ちなみにダメですよ。今日いきなり僕の出番からですか。そう、魂レベル4歳に今戻ったけど、やだ。よいしょ、やだ。いやー、じゃあちょっと、うん、僕行ってきますけど、はい、行ってらっしゃい。じゃあこの歌はまたファンクラブの配信でやりましょうか。ラジオ形式にして。あ、そう、ご飯忘れない。はい、あんた、本当いつもいろいろ忘れてるからね。いや、大丈夫です。今日荷物多いな。よし、ということで行ってきます。さよなら。じゃあ、マスさん、バイバイって。はい、さよなら。バイバイ、見てくれてありがとうございました。皆さんも今日頑張ってください。